八代線は、長野県千曲市の八代駅から、長野県須坂市の須坂駅までを結んでいた、長野電鉄の鉄道路線である。以前は、正式には、加藤線の一部であり、八代線は通称であったが、2002年9月18日から、運行形態に合わせて、八代線を正式な路線名称とした。利用客の減少により、このまま営業を続けることは、 難しいとして、県と沿線3市に資金援助を要請するなど厳しい状況にあった。そこで2009年に地元自治体や町電により長野電鉄活性化協議会が設立され、翌2010年から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律による長野電鉄や城線総合連携計画を発表し、サイクルトレインや パークライド用駐車場整備といった社会実験を行った。しかしながら2011年2月2日に模様された活性化協議会の議決で路線廃止と代替バスの設置が決定し同年3月25日に国に廃止届を提出2012年4月1日廃止された廃止時点ではすべて3500系による 普通列車2両編成ワンダマン運転、八代駅須坂駅間折り返しで、昼間時間帯は約90分ごとの運転がされていた。1993年に3500系が投入される前はも波1500型による単行運転が多かった。過去には急行、滋賀、丸池など、国鉄新越本線上野駅方面からの直通列車が設定されていたが、 1982年11月15日に廃止されている。これらの列車は長野電鉄線内では自社線内運行の特急とは別の連絡急行という種別で運行され自社線区管理用の場合にも急行券が必要だった。また須坂経由で長野線と直通する普通列車も設定され長野市内方面への通勤通学客の便宜を はっていた時期もあったが、川中島バスの長野松代線と比較すると、遠回りで、所要時間も運賃も立ち打ちできなかった。なお、鉄道要欄による起点は、八代駅で、駅番号も八代駅から基盤されていたが、列車運行及び旅客案内、列車番号の設定においては、須坂駅から八代駅へ向かう列車が下りで、列車番号が、奇数、逆方向が上りで、 列車番号が偶数となっていた。前述の通りワンマン運転を実施しており、無人駅では一両目前よりのドアのみ開き、乗車するときは整理券を取り、降車するときは運賃箱に乗車券、または運賃を入れる。方式、友人駅である松代駅、須坂駅ではすべてのドアが開き、乗車するときは駅で乗車券を求めて、 駅改札口で改札を受け、校舎の時は、駅改札口で、整理券と運賃あるいは、乗車券を渡す方式であった。八代駅においては、有事見駅ではあるが、校舎する時は、例外的に一両目前よりのドアのみ開き、運転士に整理券、または運賃を渡し、生産済み証明書の交付を受け、駅改札口で証明書を渡す方式だった。 なお折り返し後の列車に乗車するときは、すべてのドアが開き、駅では、当該線内の駅までの乗車券を求めることは、できたが、長野線へ乗り入れる乗車券は求められなかったため、長野線に乗り換える場合はそのまま改札を通り、一両目前より、ドアか二両目後より、ドアで、整理券を取り、須坂駅で乗り換えるときも、整理券をそのまま所持し、 乗り換えた列車の降車駅で生産する形だった。なお、品野鉄道線との乗り換え駅である、八代駅には、乗り換えのための中間改札が存在しないため、乗り換えの場合は、それぞれ次のように取り扱っていた。廃線時点の友人駅、無人駅、委託駅、松城など線曲がり川東岸の町々を結ぶ、八代線は、加藤鉄道により1922年に、 八代須坂間が開業。1925年に木島まで延伸された。当初は蒸気機関車による運行であったが、1926年には八代須坂木島間が電化される。新州中野木島間の通称木島線が廃止された2002年に運行形態に合わせて八代須坂間を八代線とした。旧、八シ線の跡地は長野電鉄から、 沿線の千曲市、長野市、須坂市に対して一括無償状とされた。各市は2012年12月に揃って、長野電鉄や代線跡地活用基本構想を出し、配線時期の活用計画を立てた。市別のその後の変化は、以下の通り。千曲市では一部を、長野県や大高等学校、附属中学校に譲渡する他は全て自転車。 歩行者道に転用すると計画された。しかし、品野鉄道線との平行部分の問題や、私立学校の安全化、公共施設の保守工事などを理由に2020年現在も未着手である。当初の鉄道復活構想長野市では八代線の線路を活用して、実世代型路面電車を走らせる構想があった。廃止決定後の2011年12月6日、 松城、若穂、篠野井、東北、川中島の沿線後地区の住民自治協議会長の連名で、長野電鉄や代線廃止後の跡地を活用した LRT の導入を求める請願が、長野市議会に提出され、同年12月16日の長野市議会12月定例会にて、全会一致の賛成で採択となった。これを受けて、長野市は、 市の交通対策審議会に諮問、新交通システム導入検討部会において、LRT 及び、長野駅松代駅間の新交通システム導入に関する調査検討を行った。LRT 導入の可能性が、跡地の活用方法と密接に関連することから、優先的に検討を行った。 廃止後の2012年7月、同心議会新交通システム導入検討部会は、初期投資に概算で158億円、運行費に年間9億2000万円必要である。沿線の人口密度からの試算した場合、採算を取るために1人当たり平均約1650円の運賃を要する。経営を維持するためには、沿線人口及び、 利用客の大幅な増加が必要だが、駅を増設しても見込まれる利用者数は、八代線時代とほぼ変わらない。旧八代線並みの運賃に据え置いて運行する場合は、年間およそ8億円の赤字を市が補填しなければ、ならず、現時点では導入は困難との中間報告をまとめた。これを受けて、同審議会は、事業費や利用者数の見込みを考えると、 現実的ではない。導入困難との判断は、やむを得ないとの結論に至り、その旨市長に答申した。同年8月、鷲沢昭一長野市長は、LRT システムの導入は、財政負担が大きく、沿線住民の移動手段を確保する費用としては、市民の理解を得られないとの理由から、LRT の導入を事実上断念する意向を、明らかにした。 2013年3月、交通対策審議会は、LRT 導入を正式に断念、関連する新交通システム構想も、実現不可能と表明し、既存のバス路線の見直しによる、沿線住民の移動手段確保の可能性に、言及した。後期利用については3種とも今後さらに検討を、進める。その後2012年12月の構想は、 線曲がり川振動活性化プランと名付けられ、全線を自転車道として活用。品濃川電駅については、八代線トレインメモリアルパークなる、記念館を設置するとした。このうち和歌保及び、松代周辺は2019年に一部が完成し、利用可能な状態となっている。一方、品濃川電駅のメモリアルパークについては、計画が放棄され、 展示予定だった2000系の廃車体も解体されている。八代線跡の遊歩道須坂市は全線を道路系として活用とした。このうち須坂駅付近から境沢踏切までは2015年に完成した加藤線記念公園の一部として粗雑な舗装を施し自転車、歩行者専用道として開放された。しかし、それ以降は 森土や橋梁が存在するためにほとんど手付け数の状態となっている。ありがとうございます。